あの戦争の続きはもう始まっている。神々は欲望の殻に七つの光を焼き付け、己の権力が及ぶものであると世に知らしめた。しかし俗世の底では残骸が燃え尽き、僭越者へ警告する。神の座は汝のためのものではないと。僭越者よ、ここで足を止めるな。誰であろうと高みの見物などできない。見よ、千年も自由の都を守った恐竜が自由に戸惑い始める。自由の神に命じられた自由は本当の自由であると言えるのか。注目の中で契約の神は殺された。その最後の時に彼は全てを終わらす契約を結ぶのだろう。将軍は不滅で、幕府の鎖国も永遠なるもの。永遠を求める神は人々の目からどのような永遠を見出したのか。知恵は知恵の神の敵、知恵は無知の海に浮かぶ餌。学上の学士が成した愚行に神の知恵は異論を唱えなかった。正義の神は法廷の茶番の一切を愛し、神々への審判さえも求めた。されどそんな彼女も知っている、天理を敵に回してはならないこと。争いの規律は生きとし生けるものの中に刻まれ、敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え盛る。戦争の神がこの秘密を旅人に教えたのは相応の理由があるからだ。彼女はもう人に愛されない神、彼女はもう人を愛さない神。人々が彼女に仕えるのは天理に反逆の旗を掲げると信じたため。始まりも終わりもない永遠の中、人は夢のない安寧の一生を過ごす。されど神の視線の届かないところで誰かが夢に飢えているのだ。人には人の誇りがある。我々は神に選ばれし者からこぼれ落ちた残滓ではない。世界の外から我々は世界を拒否する力を得た。今天地に踏み切った者よ、貴様の旅は終わりを告げようとするが、貴様はまだ最後の扉を開けていない。その旅の意味を理解しているのならば前に出よ。俺を倒せ、道を開けろと命令しろ。俺なんかよりも貴様が彼女を救うにふさわしいと証明してみせろ。そして全ての運命を新たに紡げ。俺はほとんどの記憶をなくした。だがどうしても忘れられないことがある。彼女もこの花が好きだった。